ないと思うわ。いつもそこ見てます俺。あ、来た、ムカデだわ。これなんかね、敵がランダムなんだよね。死が近づいてくる。これな、死が、これな、逃げろって言われてもな。どうもこんばんは、NM です。ということで、今回は東京グール RE Call to Exist プレイアブルキャラクター、ムカデカネキの解除方法について簡単に解説していきたいと思います。東京グール RE Call to Exist。まず、メニューから、成就ですね。アチーブメントを選びましょう。これはミッション一覧になります。ここでキャラクターやその他キャラクリ用のパーツやクイーン家などの解放条件を見ることができます。そしてムカデカネキの解放条件はナンバー092ですね。ここです。内容としては追憶のメインをすべてクリアする。成就のナンバー91を達成する。キャンペーンの難易度普通でカネキ剣、ムカデを自身で1回倒す。この3つを達成することで解放となります。とりあえず、追憶のメインをクリアして、キャンペーンで捜査官を倒していれば、上2つは簡単にクリアできますが、問題はムカデカネキを自身で1回倒す。これが難しいです。キャンペーンではランダムで乱入してくるキャラクターがいます。その中の1人がムカデカネキです。ランダムなので出てくるまで繰り返しプレイするしかありません。そしてかなり強いので出現してもこっちがやられてしまうこともあります。乱入キャラが出現した時の特徴として死の予感がするというテロップが出た後登場ムービーに入ります。その後逃げろというテロップが出ますが倒さなければいけません。シングルでやっていると味方の NPC はすぐにやられてしまうのでマルチで挑戦するのがおすすめです。以上、プレイアブルキャラクタームカデカネキの解放条件を簡単に説明しました。最後に、昨日の生放送で乱入してきたムカデカネキを倒すまでの動画を載せておくので参考にしてください。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。いつもそこ見てます、俺。あ、来た、ムカデだわ。これなんかね、敵がランダムなんだよね。死が近づいてくる。これな、死が、これな、逃げろって言われてもな、逃げろって言われてもな、倒さないと多分、チャレンジ的なの解放できない。あ、ダメだ。多分、暴走モードになって、一気に叩きたい。あと、今回、捜査官使ってるから。うん、倒すと解放される。てか、倒して、なんか、3つぐらい条件があるんだけど、その中の1つが、そいつを倒さないとダメだから、ランダム発生のやつを、倒さないと。いやー、あ、やーばい。よいしょ。ガスは持ってる数が少ないから、ドンピシャで当てないとダメなんだよな。よいしょ。ランダム発生とかゴミやんけ。いや、多分ランダム発生だと思う。だって最初のさ、よいしょ、今だ。この手榴弾がかなりあいつにダメージを与える鍵になる。いって、いや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 、君おかしいから、その攻撃。よいしょ。お前さ、そのさ、タグネのレンジとさ、威力どうにかなんないの。なんとか覚醒まで持っていきたいけどな。よし、食った。なんとか覚醒まで持っていきたいけど、もうね、こいつとね、別に戦わなくてもクリアできるんだよね。一応逃げろっていう指示になってるから、逃げてたら別にいいんだけど。カッコで攻撃力や防御力変わったりする。インボケからボイス結構使われてんのな。おら、あ、うちやめて、売りいいから。センタケイバリにボタン押すな。よいしょ。ランダムとかうまくゴミ。いや、こいつを倒さないと。ムカデフットするなら倒さないとね。全部剥ぎ取ってあげる。ありが
どうもフリダイで浮かれるところです。お返しです。暴走。お返しです。OK、だいぶ削れたわ。お返しです。あ、危なかった、危なかった。あれ食らうとこだった。で、ここで一回ちょっと引きつけといて、おい、こっちに寄ってくるな。ちょっと待ってよ、こっちに引きつけといて、このここ結構ステージ入り組んでるから、こっちに引きつけといて、来い。来た。ここで一回ちょっと攻撃させといて、一気に大丈夫、蘇生、一人蘇生させと、やば、当たる。で、お前こっち来い、お前こっち来い。よし、オッケーオッケーオッケー。で、仲間を復活させてもらって、これが大事、仲間を復活させてもらうことが大事。覚醒中は追撃しない方がいいですよ。オッケー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 。それな思った。でもね、追撃っていうね、表示が出たら やっちゃうんだよね。暴走メンターになったら革命増やしてほしかった。やば。まあ仲間が回復させてくれるから別にいいんだけどさ、ギリギリまで殴ってから追撃すると結構ダメ出る。あいつのあのボイスはなんか意味あんのかな。よっ、よいしょ。オッケー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 。おい、降りてこいお前、近っ。あとちょっとだ。いいね、暴走メンターになった方がやっぱ削れるな、スキル打つより。あとね、この乗り越えモーションからのこの空中アタック、これも結構対応してる俺。当たんないけど当たんないけどさ、追撃できない。そろそろ追撃、やばい、来る。ああ、みんな死ぬぞあれ。あ、ほらーほらー、死んだ。あ、やばい、これ死ぬ。あ、やばい、死ぬ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 。こいつらでさ、あの、あれを貯めて、やばい、あーやばい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 。ムカデソロでは多分絶対勝てないから、仲間がいないと勝てないんだよね。プータープータはボスだね。あー、これダメかな、きついかな。このゲーム作るにあたって制作人クシの設定結構忘れてて悲しい。ナイス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 。充電は使えないですね。ほいほいっと、来た来た、追撃、オッケーオッケー、いいね。射撃でヘッドショットに当てるとさ、ひるむ、もしかして。あ、こじ、ニムニムスラッシュしたかった笑い。ヘッドショットに当てるとひるむか、やばい。あ、みんなまた死んじゃってるじゃん。俺は回復させてあげないと。大丈夫、すまない、助かった。手間をかけさせない。あー、やばいかも、俺これ死ぬかもな。キュータじゃね、これ面白いんか。よし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 、そこ狙います、そこ狙います。やばい、あ、ほい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 。あ、死んでしまわれるわ。あとちょっとなんだけどな、なかなか詰められないわ。ほいほいほい、これタイムもあるから、なんかあれなんだよね、タイムアタックとしての要素が強いんかも。いや、夜中は多分ポケモンやってるな夜中は一生ポケモンやってると思うわ。ワイルドエリアに歩いてるキテルグマがマジで怖すぎ、やば、危ね。ああ、ほら、もうまたみんな死んじゃったよ。よく味方が死ぬゲームだね、これ。一応ね、
タイムアタック的な要素もあるから、そこで競えばいいんじゃないかな。競技性があるんじゃない需要が。ああ勇気を。おい来るな、こっちに来るな。こいつ、こいつもなんかちょっと瞬間移動ステップみたいな。誰だ、誰のスキル。あ、ムカデか。ほらまた重蔵が死んじゃった。あいつよく死ぬな。てかみんな死んだわ。よいしょ。いや買ってる人がまずいないんだよね。でああ暴走になったわ。強制的だ、これ反強制的なやつだな。推しキャラなんですか。新しいクエンクスは出ますか。推しキャラ、よしよしよし。推しキャラはハイセだね。これ多分 HP が少なくなったことにより強制暴走だな、これ。よし、 OKOK で最後にオールが出てくるのかな。お、ナイス。 OKOK。